近江八幡市小房町にやってきました。こちら卵の直売所なんですが、見てください、行列ができていますよ。行列のできる卵売り場の看板娘、彼女が今回の夢追い人、木下養鶏園の沙織さんです。1日2回の開店時間には毎回お客さんが行列を作ります。こんにちは。こんにちは。すごい大人気ですね。そうなんです、おかげさまで。1日ここやったらどれぐらい売れるんですか？8500ぐらい卵を販売してます、直売所で。8500個も？はい、今日産んだ卵をその日のうちに売ってます。あ、じゃあ全部今ここにある卵って産みたての卵なんですか？あ、そうなんです。大人気の卵を産む鶏の鶏舎に案内してもらいました。この1頭で2000羽入ってるんですけど、この鶏舎が6頭ありまして、9000羽ほど、はい、9000羽も。あ、ごめんうるさかったね今ね。ごめんすごいですね、はい、こちらの餌がすごいね、あの祖父がこだわってまして、はい、あの鶏のスタミナをつけるためにニンニクを入れたり。ニンニクも？そうなんです、すごいね飼料にこだわってはって、そしてこちらのね鶏糞もね、はい、肥料にして野菜を作ってるんです。畑にたくさん撒いて、すごい大きくなりますね。養鶏園では沙織さんは主に野菜を担当。自慢の畑を見せてもらったのですが、ちょっと大きいんですけど。え、嘘でしょ？はい、我が家の鶏糞で育った大根になってます。育ちすぎでしょ、これは。そうなんです。もう太もも大根って言ってるんですけど。え、一人の赤ん坊をこうやって持ってるぐらいの重さ。持ってるみたい。よかった、引いてみます？え、引いていいんですか？はい。せーの。あ、いける。うわ、重たい。重たいでしょ？鶏糞で育った。生まれました。生まれましたね、大きい子供が。はい、生まれました、よう頑張ったな。見るからに今時な女子の沙織さん、農家を継ぐことにためらいはなかったのでしょうか。胸の内を聞いてみました。沙織さんは昔から農家になりたかったんですか？はい、そうです。一番のきっかけが、私が高校の時にあのすごい髪の毛がね、地毛が茶色いんで、あの校門で学校の先生にね、すごいよく止められてたんですよ。あ、でそのことに関して私のおじいちゃんはすごいこう学校にまで怒りに来たりとかしてくれるような、あの孫思いというか優しいおじいちゃんやったんで、だから助けたいと思ったんですかね。あ、おじいちゃんにずっともらってた優しさを返したいみたいな。そうですね、ちょっと7歳と9つ離れてるお姉ちゃんがいるんですけど、もう嫁に出ちゃったんで。あ、もう出ちゃったんですか？出ちゃったんです。私だけ置いてけぼりにされて。なるほど、はい、私が継がなあかんのやろうなっていうのはちっちゃい頃から。まあ高校の時とかも、はい、彼氏さんとかいてたと思うんですが、はい、付き合ってる彼がいるとなると長男か次男かとか、大学に農業大学校行ったら農業をする継いでくれるような人がいるかなと思って、きっと親に勧められたんですけど、実際農業大学校に行ってみたらみんな跡取り同士で、私も跡取りで、向こうもあの跡取りなんで、けどなんかこう農業してくれる人でいう範囲で探すのもなんか自分の中で嫌だったし、うん、家を飛び出て1週間ぐらい家出したり家出をしちゃったんですか？家出したり、あの他の仕事に就いた時もありました。私は家の人だけじゃなくて、こう近所の方とかにもちょっと公言しちゃったんで、そう継ぐって言ってたんちゃうんかとかは結構言われてましたね。家を継ぎたい気持ちと恋の板挟みに乙女心が揺れることもあった沙織さんですが、実は2ヶ月ほど前に、はい、あの結婚したんです。嘘でしょそうなんですよ。いや、ちゃうさっき言ってた
トラブルとか。もう三択って言われまして、もう別れるか、それかもう向こうに来てくれるか、それとも私をもうこの家から感動して感動するかの三択って、もう直接言われはりましたね。うわ、で挨拶に来た時に。挨拶来た時にですか。来た時に、はい。また1年後ぐらいに挨拶、再度挨拶、それでも、はい、結婚するって言ってできました。私はずっとその野菜の仕事はしたいし、さしてなっていう話はもう了解してくれてはるんで、まあ、おじいちゃんがここまでやってきはったのを、まあ、潰したくないっていうのが一番ですけど。公言してもやらない人とかって多いじゃないですか、うん、やり遂げるってすごいですよ。いや、また途中なんですけどかっこいい。でもこれから、はい、農業やっていきたいと思います。なんかめっちゃ結婚しとなりました今。本当ですか。はい、ガールズトークに一花咲かせたところで、自慢の卵と野菜料理をご馳走していただきました。まずは王道の卵かけご飯。おー、綺麗ですね。黄身もすごい、なんか分厚いですね。弾力が、はい、あるんです。すごいね、卵の臭みが少ないんです。うーん、美味しいです。自慢の卵もすごく美味しいです。沙織さんは家族の食事係も担当。家族の定番、沙織流プレーンオムレツ。私ん家でよく作る一品です。おー、うん、すごく美味しい。卵本来の甘みがすごく分かりますね、うん、あ、これ朝食でパンと一緒に食べたいかも。この大根はさっきのだしと昆布で湯がいて、はい、で田楽になってます。うん、うん、歯ごたえがすごいしっかりしてますね。お客さんもすごい大根が大きいんで酢入ってないんかってよく聞かれるんですけど、うん、大きくてもね酢入ってないですし。おじいちゃんは本音でお嫁さんに行ってほしくなかったとかありますか。いや、俺はな、うん、まあこういうことはもうな、もう割り切ってるさけ、うん、最初は反対はするで、ほら。それはするんかい。家継ぐって言うと期待してたんやけどな。今ね、けどまあ最後はちゃんと、はい、認めてくれはったんで。人間は諦めるの必要で。それそんなこと言って名言みたいな最後。